蓋開けるときには少し焼いてください。で蓋を取って蓋もこういうふうに焼いてこの状態で置いてください。こうやって反対にしておくと落下菌が入ってしまう可能性があるので必ず耐滅菌したものを下で当然下はちゃんとクックリーンにあらかじめしておかなきゃいけないですね。でここもコンタミネーション可能性があるので少し簡易滅菌して今ちょっと素手でやってるけど手袋なんかしてもいいですけども火傷しないように。はい。で上昇気流の近くでまたここをこう焼くことによってここにもこう少し上昇気流があるようにするということですね。それでピペットで890マイクロリットに合わせて、取ります。取ってこの中に入れるという感じですね。で軽く混合する感じにするということです。それで、この L 媒置を後で 1.5 のマイクロチューブに900マイクロリットずつ分注して置きます。ということでね。